本番は金美館通りの藤村です。今日はイケメンが来ると嬉しいのというお話をしたいと思います。こういう業界、モテない男性しか遊びに行かないんじゃないかというイメージがあるようですが、実際既婚の方や彼女持ちの方も多くいらっしゃるので、モテそうな男性も多分世間のイメージ以上にイケメンや普通の男性も遊びに来ます。割合で言うと高級店はお客様の年齢層が高くなるので、金額的にはリーズナブルなお店の方が遭遇率は高いです。そうするとやっぱりイケメンが来た方が女の子は喜んで特別な交代群をしたりするんじゃないのと思われることもあるんですが、それはないです。むしろ20代のピチピチの普通に普段からモテてそうな男性が来るとなんかやりづらいなぁと思う女の子が多いです。やりづらいというのは自分のペースに持ち込みにくいということです。どんなイケメンでも自分はガンガン落とす自信があるという子にとってはいいかもしれませんが、普通は働いてる方もそこまで万能な自信はありませんから、明らかに自分よりも相手の方が異性にモテるタイプだとやっぱり気後れもしますし、頑張って接客してもリピーターにはなりにくいからモチベーションもそんなに上がりません。それにイケメンの方はこんな俺が来てあげたよというオーラを出してくる方も少なくないので、そもそもそこが苦手です。こんな俺が来てあげたよ系の人は皆さんハンデをしたように、いつもおじさんの相手ばっかりで大変だねみたいな感じで他のお客様を見下すようなことを言うので、さすがにこれは自分のお客様をバカにされているような気になってこちらも嫌な気分になります。もちろんそんな雰囲気を一切出さない謙虚で性格のいいイケメンっていう奇跡みたいな男性が来ることもあるんですが、そんな人が来たら嬉しいというよりはなんだか逆に怖いです。見た目がかっこいいお客様の場合、なんで女の子に不自由しなさそうなのにお店に来たんだろうと思っていると、服を着ていたら見えない部分に大きいコンプレックスを持っていたりする場合もあります。女の子からしたらそれぐらい気にしなくてもいいのにというようなものでも、本人にしたら大きな悩みで、それなりにモテるけどなかなか普通に女の子とそういう関係になれないという男性もいるんですね。ただ現在進行形で彼氏や好きな人がいない女の子の場合というか、この業界そういう子の割合は非常に少ないんですが、とにかくそういう子の場合は同年代でかっこよくて話していて楽しい男性が来たら交代群をするというよりも、そのまま帰りに一緒に遊んだり、その後もプライベートで遊ぶようになるということはあります。お客さんにしようという気はなくて、単純にいろんな意味でお友達になるというパターンですね。でもこうなるのは本当に半分素人みたいなバイト感覚の新人さんか、プライベートでもあまりモテないような女の子に多いです。もう業界に何年もいるような子になると、花より団子と言いますか、イケメンよりお金という感じで、プライベート狙いのイケメンが来たりしたらむしろうんざりします。それでお店の女の子と来店した男性がプライベートな仲になるというのは、このパターンみたいに最初の1回で決まることがほとんどです。最初の1回で無理だったら諦めた方が早いとも言えます。女の子ってタイプの男性だとお店で接客をすることや、この仕事をしている自分を見られること自体に抵抗を感じるので、もう最初から女の子の方からもうお店に来ないでねという流れになります。逆に言えば女の子の方からどんなにタイプだと好意を見せてきても、お店に来てとかお店以外で会ってくれないってなると、それは完全に営業です。時々こういうお店の女の子と付き合ったことがあるという話をするお客様で、でも彼女忙しかったしお金が必要な事情があったからほとんどお店で会ってたっていう方がいるんですが、これはもうお察しの通りです。あとはですね、イケメンが来ればそもそも接客中は女の子自身も楽しいんじゃないかと思われるんですが、これに関しては確かにサービスの合間に会話をする分にはイケメンって女の子慣れしてる方が多いから会話が弾むというのはありますが、いざイチャイチャしてる時ってあんまり顔って関係ないんです。というのも男女のイチャイチャの最中って男性は女性を見ながら視覚的な要素で興奮するものですが、女性ってどうですか？
ほぼ目を閉じてますよね。ですから視覚的な情報よりも嗅覚や聴覚や肌触りといった感覚が大きいです。女性が恋愛で男性以上に相手の匂いや声を重視するっていうのはそういう理由もあるのかもしれないですね。イケメンに関して実際の藤村さんの体験談としては、一人だけ本当にすごい美少年が来たことがあるんですが、そのお客様は男性相手の同業の方でした。女の子も好きというタイプだそうです。かっこいいのはかっこいいんですが、そのお客様が語る仕事の愚痴というのが本当に心から共感できるものばかりで、わかるわかるってうなずきっぱなしだったので、男性として意識するというよりは本当に同業の女の子と喋ってるみたいでした。愚痴の内容や嫌いなお客様のタイプっていうのがもう完全にこの業界の女の子たちと一致していたので、そこは性別が変わっても一緒なんだなぁと思いました。お店に遊びに来た時に、俺も女だったらこういう仕事して楽に金稼ぐのになというようなことを言うお客様が来たら、いつでも仕事を紹介するから言ってねという冗談を言われましたが、本当に男性でも太っていても年が上でもそれはそれでどこかに需要はあるそうです。この話以外ではあまりこの業界でお客様の見た目がかっこよかったからどうこうという話は藤村さん個人としては経験がないです。キャバクラにいた時はお客様と付き合ったこともあるんですが、このあたりの話はまた別の動画でお話ししたいと思います。はい、というわけでイケメンが何か特別なことをされているというわけではないです。もちろんお店の外で女の子とのプライベートな関係になる確率というのは高めですが、それはプライベートの話なのでお店での待遇とはまた違います。やっぱりお店で好待遇を受けるお客様というのは気前が良くて清潔感があって優しいお客様、これにつきます。待合室で若くて見た目のいい男性を見かけると複雑な気持ちになるお客様もいるみたいですが、別に女の子の方はかっこいい人が来たらいいなぁなんて思ったり、他のお客様と比べたりなんてしていないから大丈夫です。その時間は女の子と自分の二人の世界なので、二人だけの時間をお楽しみください。それでは今日はこの辺で、お上がりなさいませ。